スキャット航空はカザフスタンのシムケントを本拠地とする航空会社である。1997年に設立され、現在はカザフスタンのフラッグキャリアであるエアースタナに次ぐ同国第2位の航空会社である。国内線はカザフスタン全域に55便の定期便を就航させ、国際線はロシア、トルコ、インド、中国、 日本などに38便を就航させている。2015年に IATA の同一基準に合格し、2018年に正式に加盟した。子会社のサンデーアラインズは、リゾート地を中心にチャーター便での旅客輸送を行っており、東京、成田、ヌルスルタン線の運航も行っている。1997年にパイロットであった、現社長のウラジミール・デニソフト現副社長の、 ウラジミールシトニクによって設立された。初運行は1998年でアン -24 によるアルマトイクズロルダ線である。1999年からは国際線の運行も行っている。2009年にボーイング757型機を購入し、トルコ、タイ、中国、UAE にチャーター便の運行を開始した。2011年に カザフスタンで開催されたアジア冬季競技大会では公式スポンサーとなり各国選手団向けに運行を行った。2019年7月6日、ボーイング757型機の運行による東京、成田、ヌルスル単線を定期チャーター州1便で開設した。この路線が日本とカザフスタンを結ぶ初めての直行便となった。将来的には定期便化することを目指していて、 ビジネスでの利用が4割、レジャーでの利用が6割と予想している。ビジネスでの利用について同社は、カザフスタンにはすでに多くの日系企業が進出しており、今後も経済交流は拡大するとの見方を示している。9月3日からは、道路線が週2便に増便された。その後は10月15日をもって一度運行を取りやめ、10月27日、 以降の冬ダイヤでボーイング767型機により、週に便定期便化された。スキャット航空が保有するボーイング737から500型機。ありがとうございます。